ではよろしくお願いします。はい、お願いします。今回のトークテーマは、はい、ラウンド前に必ずすることはです。佐伯さん、私基本も試合の始まる前も始まった後も誰とも握手とか絶対しないんですよ、ギャラリーの人とか。なんだけどスタート前はキャディーさんと握手する、で終わって握手で終わり、オンオフみたいな。高橋さんはそのラウンドの日の朝、その時にこれがしたいっていうことをやるようにしてます。例えばこの音楽聴きたいとか、これが食べたいとか。ちなみに今日高橋さんは何をしてきましたか？もうこのウェアを選びました、その朝の気分で。気分で、はい、気分良かったんですよ、ピンクの可愛い明るい感じで私も聞いてくれる、これ今日のテーマ。お、今日のテーマはやっぱりこう綺麗じゃないですか、細いじゃないですか、ちょっと細く見える、ちょっと袋でこう グリーンバーズゴルフクラブは1994年にオープン。広島空港、そして山陽自動車道高知インターチェンジ、三原杭インターチェンジからも15分の距離にある好立地。念入りに管理されたフェアウェイ、ラフ、グリーンをお楽しみいただけます。こちらは14番ホール357ヤードパー4、左に大きな池が特徴のミドルホールです。グリーン周りに3つのバンカーが配置されています。さあ、お二人はどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。あのクリスマスツリーの左のヤード木ぐらいから左に行かないように、左に行かないようにするにはワンポイント、首を絶対寝かさないこと。以上、いきます。クリスマスツリーのちょっと左ね。あ、クリスマスツリーに飛んでった。ラフですね。よいしょ。私はあの真ん中の木の右狙いでいきたいと思います。はい、うん、狙い通りです一番アマチュアの方が参考になるやつでしたね、右狙い。あのさ、私もさ、はい、試合とか出てた時があるじゃん、はい、緊張する？緊張めっちゃしますよ。緊張するの？めっちゃします私。でも昔プレーオフ3人でした時があって、うんうん、それも誰としたの？小賀美穂さんと飯智彦さんだったんですよ。すごいね、賞金女王じゃないですか。でもその2人も手触れてたんですよ。やっぱ触れてるんだ。ってことは私だけじゃないと、緊張してるのは、って思ったら、あ、ダメなことじゃないじゃん、普通じゃんって思ったら大丈夫になりました、緊張しても。なるほどね。私がこれこういう排水溝とかに入っちゃった時はやっぱ出さないといけないと思うんですけど、方法としてはこのクラブが触れるところ、触れるところの最も近いところ。あ、そうだね、この動かす距離が最も近いところからワンクラブ以内なので、こんな感じですね、この距離としては。でアマチュアの方はこの辺って思ってる方は結構多いんですけど、これ実はこっちも平気なんだよね。そうです、この扇形でこの範囲に出せるので。で膝下から、はい、いい音。あ、流されてる。乗りました。はい、ありがとうございます。はい、風が左からなんで、で傾斜結構つま先上がってて左に飛びやすいし、フルショットすると左に引っ掛けちゃうんで、あの私もそうですけど、1個大きいクラブを持ってあんまりフルショットしないで、こう普通のリズムで打てるようなクラブを選んでください。ギリギリのクラブだったら、まあ、だいたいみんな左に引っ掛けます。
おお、ナイスオン。プロみたい。ピンの根元に打った本人がびっくり。ナイス。見て見て、入れそうやったん。すごい真横。惜しい。惜しいけどナイス。一筋先です。はい、うん、ナイスパーです。はい、ありがとうございます。わあ、切れる。惜しい。早っ。うん。がっくりや。残念。今のホールは池が絡むミドルホールでしたけど、印象いかがでしたか？ティーショットでまず刻むのか行くのかっていうのは多分皆さん悩まれるますけど、まあ私も高橋さんもまあそれを避けて、まあ、ある程度飛ばして、うんうんうん、セカンドをあの短いクラブで打つっていう選択でした。これからゴルフをしたいと思ってる私がここコースパッと見、池もあるし真ん中に大きい木もあるし嫌だなっていう心理状態になったんですけど、そういう時は例えばその池に絶対入らないクラブを選ぶとか、もう安全に行くのがいいのかなと思います。いや、私はマジ失敗 したらいいじゃんと思います。だって失敗しないと分かんないじゃないですか。うん、じゃあまずチャレンジしてみます。そうです。ありがとうございました。参考になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。続いてはヌーボーを堪能。地元の思いが詰まったワイナリーにトリップ。セラワイナリーって結構有名なんですよ、ね、私も初めて来ましたけど、これワインボトルになってますよね。本当だ、入り口がへー、すごい。ここは広島県世羅郡世羅町に2006年オープンしたセラワイナリー。町内産のブドウを使ったワイン作りが行われています。その他、敷地内には地元で採れた新鮮野菜や加工品が並ぶ市場に、ここで作られたワインも販売されています。これはだいたい全部試飲できるんですか？はい、そうですね、今うちのワイン全部で約15種類あるんですが、はい、全て無料で試飲していただくことが可能です。そうなんですね、はい、どれがいいのかな。私普段結構白なんですけど、最近ちょっと赤も飲めるようになってきて、いや楽しみすぎて。甘口辛口とか赤白お好みがありましたら、おすすめのワインをご紹介させていただきます。ちょっと私の今の気分に合ったやつをお願いします。まあ、第一印象でもいいんですけど。はい、ね、お願いします。第一印象ではすごいキリッと辛口、はい、かっこいいタイプの女性かなと、はい、お受けしましたので、はい、こちらですね、世羅町産のサンセミオンというですね、日本生まれのブドウを使った、辛口のタイプワイン、こちらをおすすめさせていただきます。はい、うん、軽い、いい感じ、結構すっきりです。後味、私普段はお酒はそんなに強い方じゃないんですけど、はい、なんかそういう人でもこう飲みやすいのってありますか？こちら赤ワインになるんですが、赤ワイン、はい、はい、セラフルールのさらり赤という商品になります。はい、あ、なんかすごい赤ワインって変な強い癖があるイメージがあったみたいな。そうそうそう、でもそういうのが全然なくって、なんかすごい飲みやすいフルーティーな感じがすると、ここで実は今回特別にできたばかりのヌーボーワインを味わいたいと思います。ここがセラワイナリーの心臓部ともいえる醸造エリアです。わー、出てきた。飲んでみたい。色がまず違う。早く飲みたい。
人生に入る出会いが待っている。エアリゾート三原セラ、広島空港そば八天堂ビレッジへ空の駅オーチャードオープン。空道港で検索。太陽を浴びたドラキュラは消えてしまいました。幾多のエアーボッシュフローリングと同じだね。え、光の力で床に落ちたウイルスを除去。フローリングの幾多。宿題は消えないわよ。特別にヌーボーワインを堪能。ここはセラワイナリーの心臓部ともいえる醸造エリアです。そして今日はなんとこれから販売されるヌーボーを一足早く味わっていただきます。本当にすごい。よろしくお願いいたします。こちらはどういったそのヌーボー、新しいヌーボーなんですか？はい、セラ町で栽培されたハニービーナスという食べても美味しいブドウを新種にしました。このワインは、セラ町だけの特徴になります。わー、出てきた。すごい綺麗、ね。うん、うん、あ、すごい甘い香りしますね。うん、じゃあちょっといただきます。あ、甘い甘い。これは絶対女性にはめっちゃおすすめです。チーズ食べたい。あ、本当だ、すごい甘い香りがしますね。一口目からすごい甘い。いやでもこう何でも初物って縁起がいいね。いや縁起がいいですね。いや自分教え子も縁起が良くなるように飲み干します後でそれでは旅のおさらい。グリーンバーズゴルフクラブは広島空港から車で15分、セラワイナリーはゴルフ場から車で25分のところにあります。広島県三原市周辺には丘陵地を利用した多くのゴルフ場があり、山陽自動車道の各インターチェンジより20キロ圏内に点在しています。ぜひお越しください。太陽を浴びたドラキュラは消えてしまいました。幾多のエアーボッシュフローリングと同じだね。え、光の力で床に落ちたウイルスを除去。幾多。宿題は消えないわよ。日に当たることが多くお肌がダメージを受けやすいので、日焼け止めをしっかりと落とすことと、お肌に優しいものを使うようにしています。私はクリアゲルクレンズ。日焼け止めやメイク汚れと一緒にお肌が受けたダメージも洗い流してくれる感じがして、すっごく気持ちがいいんです。ゴルフもスキンケアも毎日の積み重ねが大事です。フルーリクリアゲルクレンズ、